悟りますということで、悟り探求チャンネルの田村かおるです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマはですね、分離という状態はどこからやってくるのかということですね。まあスピンの世界でよくね、分離っていう言葉を使われます。分離と統合みたいな感じですね。で、これまあ何かっていうとですね、私の説明が正しいかどうかわからないんですけど、以前の動画でワンネスっていう言葉を紹介したと思います。ワンネスってみんなが一つだよ、人間、内々ではつながってるんだよっていうようなことが前提になってるっていう話だったんですけど、まあそこからですね、切り離された状態、本当はもうみんな一緒になって一緒なんですけど、ここの奥底はみんなつながってるはずなんですけど、自分は単独の自分として、まあエゴですよね、自我ですよね、自我を確立することによってですね、そうやってこう他とは切り離された存在っていう風な認識をしているのが分離の状態っていうことですから、ほとんどの人は多分ね、大人になっていく過程で、自分は分離されているという風に考えがちじゃないかなという風に思います。でそれがですね、例えば天下志郎さんっていうね、元ソニーの方で今結構いろんなことやってらっしゃいますけど、その方の分析によるとですね、バーストラウマっていうのがありますよと。で、まあそのバーストラウマっていうのはフロイトがもともと言い出したことなんですけど、まあお母さんと一緒の中に、お腹に中に入ってた時にはお母さんと一体なわけですよね。まあそれが言ってみれば子供としては統合っていうすごく居心地のいい状態だったんですけど、そこからですね、いきなり無理やりお母さんと引き離されるわけですね。母親と引き離されるわけです。そうした時にですね、起こるのがそのバーストラウマ、生まれる際のトラウマですよね。そうやって、もう一緒にいて居心地良かったのに、こんな風にこう引き離されたっていうことに、すごく強いショックを受けるっていう状態があるようです。で、そのショックを受けるときにですね、まあ、ここに出てるですね、ザ・メンタルモデルっていう本の中によるとですね、4つのパターンに人は、4つのパターンでですね、人は何かこう、足りないものをこう、認識、意識し始めるっていうようなことをおっしゃってるように思います。で、その4つの分類って何ぞやということなんですけど、1つは価値なしモデルっていうのがあります。で、これはですね、私には価値がないという思いで、ね、価値がないから分離されてるんだっていうふうに思っちゃうんですよね、きっと。まあそういうモデルのパターンが一つ。で、二つ目がですね、愛なしモデル。私は愛されないんだ。愛されないから分離されてるんだっていうふうに感じる人が一つ。で、C は一人ぼっちモデル。結局ですね、一緒にいたかったのにいられないっていう現実を見たときにですね、私は所詮一人ぼっちなんだなと。一緒にはいられないんだ人とはっていうふうに思うパターンですね。で、結核欠損モデルっていうのは、私には何かが決定的に欠けてると思われる方なんですね。まあ欠けてるから一緒にいられないというふうに感じるのかもしれないですね。ね、まあ、ここの細かいところはですね、ぜひ本、ニュアンスはですね、本の方を読んでいただけるといいかなというふうに思います。で、まあそういったですね、何かがないっていうことを、私たちはまず前提、生き始めた前提として持ってるわけですね。で、けどない状態では気持ちが悪いし、それは心の痛みになっちゃってるんで、なんとかそこを埋めたいというふうな思いがあってですね、私たちのこう行動の回路っていうのはですね、ベースとしてそのないものを埋めていくっていうパターンでですね、行動パターンが形成されるっていうふうに言われてます。例えばです、価値なしモデルで言うとですね、自分は価値のない存在なんだっていうふうに思ってるわけですから、その価値がないっていう状態を直視したくないんですね。だから何をするかっていうとですね、とにかく忙しく動き回るんですね。動き回ってですね、仕事とかめっちゃ頑張るんですね。その結果そこそこ成績出すわけです。そうするとですね、そういった成績で、自分は価値があるっていうふうに人に見られたいというふうに思うんですね。特にこれ大企業の出世コースを歩んでる人に多いっていうふうに書かれてたような気がするんですけど、まあ本当にそうやって頑張ってやってきた人っていうことでね、私の知り合いの中でもですね、もうとにかくその止まれない人、たくさん休めない人っていうのがね、こういう人たちっていうのはもしかしたらそういう価値なしモデル、価値がない自分の価値をなんとかこう人に認めさせるためにですね、もう止ま
れないっていう状態の人がいたりします。で、まあ、愛なしモデル、愛を求めて続けるんだけど、ただここが繊細なところでですね、誰かと一緒にいたい、みんなと一緒にいたいとは思うんですけど、そういう中でですね、けど私を愛してっていうのはですね、なんか嫌われると嫌だなとかっていうんでね、ちょっとこう尻込みしちゃうっていうことでね、愛されたいけどさ、そう素直に表現できないみたいなね、複雑な状態でちょっと悶々としちゃうっていうところがあるみたいです。で、真の一人ぼっちモデル、私これかなと思ってるんですけど、これは対人関係を結びにくいんですね。もともとですね、所詮俺は一人ぼっちだって思う背景の中にはですね、人と、ね、つながることで傷つくかもしれないっていうね、そういう恐れがあるんですね。だから人と深くつながるとことが怖いんです。だから適当なこうお付き合いをする中でですね、もうそもそもあんまり深い付き合いをしないことによってですね、自分が別れた時の苦しみをこうシャットアウトするっていうね、初めからつながらなければ別れる苦しみはないよねっていうことでですね、一人で居続けようとするっていう感じになるんですよね。で、あと結核欠損モデルっていうのは人と比較してへこむことが多いですねっていうことですね。周りの人はあんなにできてるのに俺はこんなんだみたいな感じで、こうちょっとマイナスのイメージになっちゃうっていうことになるわけですね。で、まあこういったところでですね、まあそれでもうまくいってるうちにはいいんですけど、まあ所詮ですね、足りないものを何かで埋めようと動いてるとどこまで行っても満たされないんですね。例えば、お金が年収1億円だったら私は価値なしモデルだけど、価値を認められてるからもう満足っていうところに行かないんですね。それでもまだ価値がない、価値がない、ずっとそれは消えないわけです。ですから根本的なですね、お金とか成果とかで代用するんじゃなくて、根本的な自分の気持ちをちゃんと癒していかないと、この飽くなき探求心っていうのは消えていかないんですね。で、結果としてですね、この価値なしモデルっていうのはすごい分かりやすいんですけど、体を壊してですね、体調を崩して働けない状態になることでですね、その何て言うのかな、自分の行動の誤りというか行動の問題に気づくっていうことがよくあるみたいなんですね。で、そこでですね、体調を崩して入院して、その時に考え直してですね、新しい人生を歩み始める人と、いやそれでもまた同じことを繰り返してまた病院に戻ってくるっていう人とかね、分かれてくるっていうことなんで、まあこの動画の中ではですね、ぜひそうやって何かしら倒れるとかですね、何かしら困ったことが起こったっていう時にはですね、路線変更するタイミングじゃないですかっていうことをぜひ提案したいなというふうに思うんですね。ですから私の一人ぼっちモデルでいうとですね、そもそも人と別れる前提で、だからつながらない方がいいって考えてるんだったら、じゃあ一遍つながってみたらどうよっていうことも考えられるわけですよね。そういうことでですね、なんかこう新しい人生をね、紡ぐことができる可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つですね、そうやってない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 っていうことで私たち人生生きてます。で、これがですね、私たちは丸々がないという教育やマーケティングメッセージを常に受けています。ね、学校でもね、100点にあなたはこんだけ足りないですよとか、平均点にこれだけ足りないですよっていうことをずっと言われ続けるわけですよね。で、またマーケティングの世界でもですね、例えば、私が今カローラの車に乗ってたとしたらですね、もっといいものがここにありますよ、それを乗れるようなね、収入とか地位になりたいですよねみたいなことをですね、一生懸命 CM とかでバン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 こう私たちを誘ってくるわけですよね。だからこういったことはですね、足りないと思わせて買わせるっていうような、パターンになってますから、結局私たちはもう年がら年中ですね、そうやって、あなた足りないからもっともっと求めましょうよっていうことを、メッセージとして受けているんですね。世にある成功法則も大体そうですよね。なんか未来のすごい成功したイメージをイメージしましょうとかって言ってですね、いや今のままじゃダメなんですかっていうことになると、今のままじゃダメなんですっていう前提なわけなんですよね。だからその先にあるのは、さっき言ってたようなにですね、価値なしモデルで言うとですね、価値がないから頑張り続けて体を壊して、なんか変更を余儀なくされるっていうところまでいかないと止まらないということになります。で、よくですね、自己啓発のセミナーとかですね言うとですね、こんな話があるんですね。コップの水が半分ありますと、それを見てどう思いますかって講師が言うわけですよね。半分しかないって思うのか、半分もある
っていうのか、そういうことをですね、ちょっとこう物事の捉え方考えてみましょうみたいな話がよくあるんですけど、いやそもそも半分じゃダメなんですかっていう考え方もあってもいいのかなっていうふうに思うんですね。いや半分あって生きていけるんだったらそれでいいじゃないですかっていう考え方です。でそれだとですね、ちょっとなんか今までのもっともっとっていうメンタリティを持ってるところからいくとですね、いやそれってなんかこうすごい極貧生活を進めてるんですかみたいな話に なりそうな感じがするんですけど、決してそうではなくてですね、別に豊かになりたいっていうのはそれはそれでいいと思うんですけど、何かを満たすために豊かになろうとするんではなくて、あるものをまずありがたく受け取るっていうことが一つ大事なことだと思いますし、そこからもっとですね、欲しいものがあるんであればそこに向かってもいいんですけど、それってですね、なんか別のこう心の穴を埋めるためにやることではなくてですね、もっともっとこう本質的に望むところ、望む未来、望む世界に向かうっていう方向感でですね、目指した方がいいのかなっていうふうに思うんですね。まあ最後にですね、私たまたま知り合った方がですね、年収1億になるまで頑張ったらしいんですね。でその方1億になった時にですね、ふとなんかバカバカしくなったらしいんですね。いくらお金稼いでもですね、全く満たされないって思った時に、もうどこまで稼いでもきっとこれってずっと続くんだろうなと思って、その職を捨ててですね、今新しいことをやり始めてるっていうことなんですね。自分の心が満たされることとは何だろうということをですね、追求してやっておられるみたいです。まあそんなね、私は残念ながらね、そんな年収1億になった経験がありませんから分かりませんけど、まあそういう人もいるっていうことなので、きっとですね、これね、年収お金と幸せ度の関わりっていうのはですね、いろんな研究があります。まあまたね、紹介できればと思うんですけど、どこまで行っても大体みんな満足できませんので、お金に関してはですね、まあですから結局そういったところを目指すというよりかですね、もう全部取っ払ったところで本当に自分って何やりたいんだろうなっていうことをですね、考えてみる機会を持つっていうのは結構大事なのかなというふうに思いました。ということで今日はこの辺で失礼したいと思います。それではさよなら。